タイガーさんって新日本プロレスに後から入ってきたわけじゃないですか、はいはいはい、全然昔からいる人たちをいじってるんですか。いやそんな、それすごい嫌な言い方じゃん。こうやっていたずらをさせてもらえるまでには長いあれですよ、年月をかけて人間関係を築きますよ。 そんなかかったの？かかんなかったですよ。もう一個面白かったですよ、道の君の時にまた出てくるな。昔ね、マグナム東京っていう選手がいたんですよ。いた、知ってます？知らないですよね。で、まあ、そういう選手がいたんですけど、彼はこうセクシー系レスラーみたいな、ちょっとハンサムね、ハンサムでいいかもしれないですよ、そうそうそう、でいつも腰を振るね、今でいうあの HG さんみたいな、ああいう腰を振るようなキャラのレスラーだったんです。すごいいい体しててね、で背も大きいし、で彼はあのリングシューズがここまであるやつで、まあ、全部こう紐で曰くんですけど、結構そういう彼もその彼がちょっとこう抜けちゃってる、抜けちゃってる子、天然みたいな、天然、そう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 、残らったんですよ。で、結構控え室にいないでうろちょろ、うろちょろしてる子だったんですけど、いつも僕の隣にいたんです。で、リングシューズだけ置いてあったから、僕は全部丁寧に紐一個ずつ取って、両方の紐の穴を一個ずつこう通して、通して、で最後肩結びギャッとして置いといたんです。で当然彼の試合30分くらい前に着替えなきゃいけないんですけど、まあやっと上も着替えてリングシューズ履こうと思ったら、もうタイガーさんこれどうすんのこれっつって、間に合わないよ試合って、早くやれよって言ったら1個ずつだから穴がもう十何個あるわけですよ、1個ずつこう取って取って取ってたらまた全部1個ずつこう入れて、それを3日連続でやったんですか。いや僕がやったのと新崎さんがやった。で新崎さんがやったのは結構高い棒があったんですよ、うん、そこにリングシューズとリングシューズ紐を結んで投げて、真ん中の棒に紐がこうかかって、うん、リングシューズがこう2つこうプランプランって、うん、で、あれリングシューズないじゃん俺、またちょっとタイガーさんでしょ、さすがに俺やらないよ、もう懲りたよ俺はって、ちょっともう待ってください、ほんと試合時間間に合わないですよ、どこですかって言って、そして新崎さんがゲラゲラ笑ってるわけですよ。どこですか俺のシューズって、もうってどうやって取るんですよこれどうやって取るんですかこれって言って、なんか椅子となんか持ってきてすっげえジャンプして取ってました。ノックアウトしないね新崎さんもね、こんな風にやってますけどね、いたずら大好きだよ。見かけによらないね。いや、ほんとに新崎人生さんって知ってますよね。知ってます、はい、寡黙な感じの、全然そういうキャラじゃないですよね。すごい、試合中だってこんな風にやってますけど、うん、誰もわからない、聞こえないところでピンチェカブローンって言ってますからね。あのピッチングはね、スペイン語なんですけど、そうそう、スペイン語で、ね、まあバカ野郎みたいな。ああ、なるほど。で新崎さんの声が太いんですよ、太い、すごい太い声なんですけど、わざと変えて、ですごい声、怖い顔してこんななってね、こう手になんかつけてるんですけど、こうやってなピッチカブロン真面目にやるよ真面目にそういう風に、あれですよ、新崎さんってそういういたずら大好きだったんですか。そうなんだね。後藤のは面白かったです。うん、後藤って知ってます？ひろきさん。ひろき。はい、わかります。実はね、すごくこう単細胞というか、あんまり何も考えてないやつなんですよ。そうだ。脱いだら脱ぎっぱなしみたいな、そういう性格なんで、まあまあ男っちゃ男みたいな性格なんですよ。で風呂入ったんですよ。道場シャワー浴びたんです。よし。その時僕ね、うんこ香水って買ったんですよ。この匂いのする香水、くっさいです。あ、うんこじゃないんですよ。それ科学的に作ってるんですけど、もうくっさいの、ほんとくっさいの、もううんこよりくさいって言っていい。なんかうんこじゃないですよ、なんかもうそういう化学薬品をなんかこう混ぜてるから、多分本当になんかね、不快な匂いするんです。そう、うんこよりくさい、全然うんこのがいい匂いだと思うぐらいのものを、こうじゃアホだからまた買ってくんのよ。瓶に入ってる、ちっちゃい瓶で買ってきて、買ってきて後藤がシャワーを浴びてるから
後藤が使うであろうバスタオルをに染み込ませたかなり量を持ってで改めて畳んで置いといたんです。あいつも結構早くしゃべっちゃうからガラッって言ったんですよ。でその時にちょうど、まあ、僕はこう中入って鏡でこうやってやってたんですね。はい、お疲れさんっつったら、お疲れですってタオル使ったんです。だいたい最初顔拭いたんですかってそれで広げてすっごいいいところで拭いてくれたんです。もろかけたところで香水がこうやってやったんです。したらんくそあくそあくそくそえ、くさって言うんですよ。まさにほんとこの通りやったら、くさえ、くさえ、くさって言うんですよ。嘘つけ、ほんとですって。何言ってたら、人にタオル出してくさいですこれ言うわけですよ。なん、どういうことくさいって、え、わかんない、くさ、悪くなっちゃって、くさ、くさって言って、くさ、何すかこのニャンですね。もういいんだ俺タオル置いてまたシャワー浴びに行って洗ってました。寝たまるじゃん。でしょ。でしょ。やりっぱなしか。後藤だからいいやと。後藤結構そういう単純なのにすごい引っかかるんですよ。あ、そう。だからほら昔よくシャンプーやってるのにシャンプーやったじゃないですか。シャンプーをやってるのに、で、ゆすいでるのに、もうね、あれもずっとやったんですよ。あいつ、永遠と引っかかるんですよ。だから、そのシャンプーも、やっと、バーってやって、やっとまたこう、またシャシャってやるわけですよ。で、バーってやって、こうやったら、あれ気づかないぞ、あれ。それでまたガーって洗ってて、洗ってる最中もガーってやってたら、ずっとバーって、あ、もう泡が終わんないわけですよ。で、こうやって、ちょっといや気づこうよ。5分ぐらいして気づきましたよ。そんなに長い、ほんと長いじゃないですか。そこだけ後藤の下だけあわらない。どうですか話聞いて、そのトナちゃんの言っていやでも楽しそうって思っちゃいます。そうですね。やられてるのたまんないですよ。あれバンドの女の子たちね、みんなでそうやってシャワー浴びたりすることあるんですか。いや、今んとこそういうどんな話しかどんな話かシャワー浴びることなくないですか。いや、コンサートが終わったりしてじゃシャワー浴びようやとか。あー、え、ないない。何が聞きたいですか。いや、だからそういうとこでそうやってシャワーピーピーこの女の子やらないと。道の子たちみんないたずらし合ってるんですか。いたずら好きですね。新崎さんも大好きですもんね。あ、そうなんです。みんながやってるんですか。やってますね。サスケさんも好きですからね。サスケさんも好きだけど、まあ、言えるような話はないかな。それはどういう意味か、ひどすぎるか。僕が聞いた話はそれやばいやんっていうのが何個かありますよ。つってお前たちのがすごいわ。最低だよな。ダメですねこれは。そのあ、そういうのは楽しそうですけど、なんかやってることがなんかあれだなって。ちょっとそんなこと言ったら何したんだよ。やばい、なんか間違えちゃった。誤解です。そんなひどいことはしてません。間違えた。まあ今まで聞いてトラちゃんの今までやってきたこととかどうですか。ちょっと俺が今までやってきたことって俺が一番悪い。言い方なんか言い方悪いですよね、これ。落とし入れるみたいな。落とし入れてないよ。なんかまるで自分の YouTube チャンネルみたいな言い方して。結構、まあ、プロレス結構ごつい男の人たちが結構集まってて、まあ、すごいザ男みたいな感じじゃないですか。だけど意外と中身なんか男子中学生みたいな。言われとるやん。いやでも本当そう思いますよ。そうですね、やってることは子供なんで。でもこの試合は
もうみんな試合はもう本当に、ね、あの切り替えて180度切り替えてちゃんとやってるし、ただどうしても控え室行けば男同士だから、バカやったし、そういうのもくだらない話にするし、女の子の話にするし、もう本当に学生みたいな感じですね。楽しそうって思いました。まあそんなふうなね、今、まあ、前からもそうですけども、いろいろ揃えちゃいかんやろということもありますので、皆さんちゃんとルールを守って、楽しく遊んでもらえればと思います。タイガーマスク選手、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。一応今回は最後だということを言われました。絶対絶対うんじゃねえよ、絶対すぐ呼ぶから。絶対呼んでやるから、よろしくお願いします。いやどうもタイガーマスク選手、ありがとうございました。ありがとうございました。ライガーチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。